どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあクッパのもね元の姿に戻ったんでいきますか。あでもやっぱ叩けるんだね相変わらず。足音がすげえなあ。さあこの奥で待つのはオリだね。さあまだまだ続く感じだね。あセーブポイントあったね。おいどうやら折り紙城の最上階まで来たようだぞ。オリはあの扉の向こうだな。よし行くぞ。私怖いです。兄上は私にまであの恐ろしいホッチキスを消しかけてくるなんて。あんな兄上を止めるなんてもう無理になるのかも。マリオさんありがとう。私いつも大事なところでくじけそうになっちゃいますわね。でもここまで本当にいろんなことがあったけど、そんな時いつもマリオさんやルイージさん、カメックさん、ジュニアさん、クッパさん、そしてボム兵さん、あと、学者の先生、ピオさん、テクジ、テクキノピオさん、船乗りさん、川下り屋さん、ストップのキノピオさん、折り紙職人さんも、とにかく、たくさんのいい人たちに助けてもらってばっかりで、なのにマリオさんやクッパさんをまた危ない目に遭わせちゃうなんて。おい、折り紙娘。危ない目だと？我が輩を誰だと思ってる？泣く子も黙るクッパ様だぞ。本当ですわ。クッパさんのお顔怖くて思わず黙っちゃった。確かにここまで来たらもうくじけてる場合じゃないかも。あ、なんだか元気出てきました。マリオさんも元気？よかった。よーし、こんな私にもきっとできることがあるはず。皆さんを仲間を信じて頑張りますわ。折り紙城。さあ最上階でセーブしていきますか。ふふふ、ついにここまでたどり着いたか。さすがマリオくん。しかし一足遅かったな。城のトラップとホッチキスがいい時間稼ぎになったようだ。めっちゃつるおってる。兄上、この上一体何を企んでいるの？おいおり、何でもかんでも折り紙しよって。この我が輩まで。ん？ピーチ姫はどこへやった？あ、本当だ。どこ行った？ピーチ姫？それなら目の前にいるじゃないか。目の前？ああ、いた！言っただろ？私はピーチ城の全てを折り紙城に折り直したと。ピーチ姫も自分が主だった城と一つになれてさぞかし嬉しいと思うが。マジか。ピーチ姫さんごと折り紙城にひどいあんまりですわ。さらにこれ以上、一体何を？このたくさんの鶴はまさか。そうだ。線は折ればどんな願いも叶うという禁断の折り紙。千バズル。ああ、そうだね。よく言うもんね。この千バズルの力で、ニックキキノピオどもを一人残らず白紙にしてやるのだ。なぬ？白紙にされたらもう二度と元に戻れんぞ。泣く子も黙る我が輩も引くほどの恐ろしいことをよくぞ思いついたもんだな。兄上、どうしてそこまでキノピオさんを憎んでいるの？そもそも兄上を折ってくれたのは折り紙職人のキノピオさんよ。そうだ、あのキノピオめ。私を折るために用意した紙をこともあろうかメモ用紙にしたのだ。はあ。え？マジで？え？そんなこと？折り紙の王である私の体をくだらんメモで汚すなど、断じて許すわけにはいかん。ええー、そんな理由は、まさしくその返答通りです。でも、だからって、キノピオさんは一人残らず白紙だなんてひどすぎます。ええー、うるさい。キノピオ丼はみんな同じ顔だからまとめて全部憎いのだ。
白紙に戻してしまえばもうあの間抜けな顔を見なくて済むというもの。それこそが私の理想とする折り紙王国なのだ。そしてマリオ、お前もことごとく私の邪魔をしてくれたな。しかしそれもここまでだ。ツルはすでに999話まで完成している。ここでお前を倒し最後の一話になってもらおう。メモかそれ本当にメモなのかな。マリオ、ついに対決の時が来たな。私の願いを叶えるためお前を倒してやる。覚悟しろ。お、魔法陣。マジか、お前も魔法陣手に入れてたのか。嘘、この姿は土神様。神の折り方などもうとっくにマスターしている。さあ行くぞ。土神か。あ、マリオさん、あの魔法陣なんだか見覚えありません？ありますね。どの神様にもか。とりあえずスイッチオンにして、どうだったっけ土神。そうだね、足を叩いて引っ込ませてなんだけど、そう、そんな余裕ないのよ。ってことは全身に何かしらやりたいよね。土か、神の力。土、水強いの。水が火に強いの。火が氷に強い。氷が土になるはずだよね、順番的にね。動きを止めるか。さあ、これで動きが止まった。動けん。よし。髪は寒いの嫌いだからね。こうって動けない。さあ、この間に準備しよう。とりあえず次またできるように、しておいて。多分ハンマーで叩いても無理だよね、こうなるとね。炎で燃やすかだね。それでも意味があるのかっていうとこなんだけど。あーでも一緒か、氷で火だねっていう流れか。なるほどね。さあまず氷。全身燃やしても一緒な気はするんだけどね、水土。ひがみやってみる？焼きがめ。ああ、やっぱ氷だね。うーんってなるとね。母、そんな攻撃私に効かんぞ。55。やっぱ氷でよかったね。
これ応援してもらったらどうなるんだろう。ちょっとキノピオさん、ニックキー相手の顔を出してあげようか。ゲセヌって言ったら面白いんだけど。何か出してくれました。何か、これってもしかして地面の矢印でできるルートを表してるのかも。時間、あー体力回復するのね。さあミスだよー。顔面叩く感じだね。いけるかな。その握るって行動になるかが問題なんだけどね。やっぱまああるよね。やっぱ氷だね、まずね。まあじっくりといきましょう、最後だし。これかな。で凍らせた後だよね、問題はね。いや凍らせたところでなんだよ。このあとい動けないのは分かったんだよね。ねこの氷叩いてもダメージはならないと。はあなるほど、ここでか。じゃあこうだね。いってぐるーっていってこうやね。はい、投げるって発想忘れてたね。さあこれでひっくり返していきますか。ほいほいっとね。で叩くと、さあまずは半分。なかなかやめよう。ならば次はこいつだ。ってことは水神様かな。かっこいいな。相手の方かっこいいな。やっぱ紫入るとかっこいいよね。これって水神様。水神様一味違う。あ
分断。タイミングだね。神の力で土神。ちょっとずつ思い出しながらね、盛り上げて、でとりあえず避けて、そうそう、まず避けないとね。で疲れたところに、あは、この攻撃に耐えるとは。で叩きに行くんだよね。さあこのうちに叩く。よし、くっ、神の力をも超えてくるとは。倒してきたからね。兄上大丈夫？あんなにたくさん神様の力を使うなんて無茶ですわ。うるさい、情けなどいらぬそもそも私がお前を追ったのは、共に力を合わせこの世界を折り紙王国に変えるため。それを拒み、こともあろうかペラペラどもの味方について。オリビア、お前も折り紙なのになぜ私の邪魔をするのだ。私、折り紙はあんなひどいことをするためにおられたんじゃないと思います。兄上も私も元はといえば一枚の紙ですわ。その紙が心を込めておられて命をもらった。それが私たち折り紙です。ペラペラの人たちも同じ紙の仲間だし、みんなで仲良くしたいんです。その紙にくだらんメモをしたのはあのペラペラのキノピオだぞ私は折り紙としてのプライドまで折られたんだ。やはり話してもわからんようだな。ならば折り紙の本当の力を見せてやろう。本当の力、恐ろしい折り方、一体どうなっちゃうの。めっちゃくしゃくしゃになってるけど、あー、キノピオたちが、なんか土俵になった。神相撲か。どうだ、折り紙は折り方によってどこまでも強くなれるのだ。ペラペラのやつらだ、蹴散らしてくれるわ。ふん、蹴散らすだと。やれるもんならやってみろ。ちょっとでかくなったから、なんだ、我が輩が相手だ。お、クッパ行くの。クッパさん、ちょっと待って。そこはかっこよかったけど、そのままのペラペラじゃ本当に蹴散らされちゃう。折り紙の力が溢れてる今だったら私にもできるかも。折りますわよ。お、まさか。おお、すごい。しかもホッチキスで止められてないから元に戻れるっていうね。あは、いいぞ折り紙娘。さあ折りよ、これでハンデな真剣勝負だ。それではいざ。ハッキー追い残った。ブルーズこいつ結構やるな。我が輩だけで押し切れるか。あ、ほら、周りの神の手を、魔法陣がいっぱいありますわよ。神の手で地面をバンバン叩いて、クッパさん助けられるかもと。
はいはい、動いちゃったら B でキャンセルができるとね。いけ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 させるか、これでも食らえ。ほっほっ、はいはい、小賢しい攻撃してきよって。さあ叩け叩け、よし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 、いていていて、いた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 、その密度はその密度はきつい。さあさあ叩け叩け、うー、あージャンプで踏めるのね、やばいやばいやばい、クッパ頑張れクッパ頑張れ、よし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 、サボってないよ、頑張ってるよ。まだまだもうちょいかな、よし、はいや、どん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 、よし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 、おお魔法陣ね、魔法陣は使いたいけど、よし、いけた。ペラペラのくせにやるな。ならば入れよう、若しもべ。やば。大きな丘をこんなものが落ちていたらどう考えてもやばそう。落ちてくるまで急いで地面をバンバンしてクッパさんと買ってもらわなきゃ。駆け引きが出てきたか。おお。なるほど。あそこからが勝負なわけね。さあ、どん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 叩いて、崩して、決めの一手が欲しいわけだね。よし、どん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 。これ、これいい。後ろから来てるけどね、よう見とかないとね。よし頑張れクッパ、こしゃくな勝負はまだ終わっていない。よし来た、ペラペラのど根性思い知れ。うわー、兄上、あんなにペラペラの人たちを恨んでたなんて、こんな最後残念ですわ。え？あー、クッパ。やばい。おどれ、ボイルさん、ひねりつぶしてやる。兄上、大きすぎ、こんなのもう止められない。はっ。そうですわ、折り紙職人さんからもらったあれがありましたわ。おお、なんかすごいかわいい。魔法陣だと今さらそんなものを出してどうしようというのだ。小賢しい、こんなものまさかまさか最後の最後で苦手なパズルですか。ああ、そうですね、ああ、嘘、魔法陣をパロにされちゃいました。それでしかないね。さらに今私の怒りが猛毒となって下から迫ってきているぞ。ぼやぼやしていたお前たちは終わりだ。わははは、マリオさん早く魔法陣を元に戻して。はいはい、
行くぞ。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、全然わかんないぞ、これ。とりあえず、ちょこちょこ攻撃してくるな。あ、やばい。いや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 、めちゃくちゃテンポ速くないとダメじゃん。しかも途中途中挟んでくるか、直前。よし、気合い入れてやっていくしかないね。そういうことか。いやー、止まると中途半端にわかんねー。あ、早すぎた。違う、あとちょい。早いね。いや、思い知らされてますけど、これでどう？使わせてなるが、こうなれば魔法陣もろとも紙くずにしてやる。ほい、おのれ、よし、きたー、マリオのアクション。はあ、なかなか手こずったな、これは。さあ、握る、叩く。ありがとう、マリオさん。よーし、これで魔法陣の力が使えますわよ。職人さんがくれたメモに書いてあった折り方が役に立つ時が来ましたわ。兄上お願い、目を覚まして。さあ、握って、ほい、もう一回。兄上ごめんなさい、こんなにボロボロに。思いっきりやりすぎちゃったかも。オリビア、
気持ちのこもったいい浜だった。おかげで目が覚めたよ。私は折り紙都市の誇りにこだわるあまり心まで折れ曲がってしまったようだ。あ、これは。それはおそらくあのキノピオが私の紙に書いたメモだ。この愚かな私に似つかわしい、どんなことが書いてある。最後にそれを読んで笑わせてくれ。わかりました。かっこよくて心の優しい素敵な王様になりますように。これはメモなんかじゃないですわ。折り紙職人さんが兄上を折る紙に書いた心のこもったメッセージ。ふっ。はは、素敵な王様か。職人さんはこの私を心を込めて一生懸命追ってくれたんだな。そうとは知らず、私は取り返しのつかないひどいことをしてしまった。罪のないピーチ姫やマリオくんまで巻き込んでしまい申し訳なかった。オリビア、私の折った千羽鶴をお前に託そう。お前の手でこの私を千羽目の鶴に折り、千羽鶴を完成させてくれ。そして優しい心を持つ折り紙のお前の願いを叶えるのだ。それが私にできるせめてもの罪滅ぼしになるだろう。頼んだぞ、オリビア。兄上。そうか、メモをちゃんと見てなかったんだね。マリオさん、私。鶴の折り方がわかりません。私は折り紙状を折ったアニメならできても、私には難しすぎて。おー、職人さん。兄さん、折り紙職人を連れてきたよ。折った本にならきっと折りを説得できるはず。って、あれ？この安らかな紙は。オリビア、ハンマーの折り方が役に立ったみたいだね。あ、これはもしかして、禁断の折り紙千羽鶴。折り紙職人さん、私に鶴の折り方を教えてください。兄上に託されたこの千羽鶴を私の手で完成させたいんです。よし、わかった。今回の騒ぎを元はといえば、私が折った折りのしでかしたこと。命折りもこれで最後にしよう。それじゃオリビア、頑張って折るんだよ。よくできたね。これで千羽鶴は完成だ。さあ、オリビア、君が叶えたいことをお願いして。はい、私のお願いは。千羽鶴さん、お願いします。兄上が折った折り紙を全部元に戻して。あら、みんな揃ってどうしたの？ピーチ姫、元に戻ったんだね。あれ？オリビアはどこ？
折られたものが元に戻って本当に良かったです。キノピオタウンも折り紙祭りで大盛り上がりですよ。みんなとても楽しみにしてたからきっとお喜びでしょうね。お、クッパいいんじゃん。マリオさん、ピーチ姫、ついに完成しました。折り紙たちが平和に暮らす折り紙王国の折り紙城です。マリオ、私を助けてくれた折り紙の子を思い出しているの？こうして部屋が戻ったのもオリビアちゃんのおかげなのね。私からも元の姿に戻してくれたお礼を言いたかったわ。さあ、いよいよ祭りのフィナーレですよ。折り紙に感謝を込めて、ありがとう。はい、ということでペーパーマリオ折り紙キング無事クリアです。いやー、そうか、最後はそうなったか。まあそうだね、プレイした感想としては、まあ、正直めちゃくちゃ面白かったなっていうところあって、まあパズルがねもともと苦手な人間なんで、まあ難しかったなと思いつつ、キノピオがだいぶ活躍した回だったなって感じですね。もう後半ほとんどキノピオだもんね。なんでね。まあまあ面白かったなーの一言ですね。まああとはこのゲーム自体やり込み要素がかなり多いらしいんで、クリアした後でしか行けない場所とかもあるらしいんですよね。なのでまあそこあたりも、まあ、クリア後の楽しみが残ってるっていうのはいいことかなと思います。じゃあ、このままちょっとエンディング消せれない感じなので、エンディング終わった後またちょっとコメントしようかなと思います。はい、ということでまあこっからやり込み要素ですね。大博物館さらに増えたらしいですね。あら、こんなところに土管なんてありました？お外に繋がったりして、そんな便利な。まあクリア後として、まあ、お城が戻った後ではないみたいなんでね。引き続き冒険しましょうということで。まあ、そうだね。なんだかんだ、オリビアとの旅も終わりということらしいんで、ちょっと残念な感じはあるけどね。まあでも、兄が妹を追ってたっていうのが、まあ最終的にここに繋がるってことだったんだろうね。あ、めっちゃちっちゃくなってる。ああ、この辺りは、サウンドギャラリーが増えるのか。はあ、スカスカ穴によって、ってことね。スペシャル。ああ、最後のところか。オリー王とのバトル考え中。ああ、王の番犬。なるほどね。コンプリートしてるタイフに出るわけね。そうか、やっぱこっからはやり込みだね。
多分風景外行っても変わらないと思うんだけど、いやー面白かったね、なんだかんだね。あ、やっぱりそうだね、ピーチ城はないままだもんね。なんかあった折り鶴。そうだね、ここにジオラマがあったんだね、本当はね。まあということで、これにて、ペーパーマリオ折り紙キングが終わりとなります。まあ楽しかったね。全31話か、なかなかのボリュームとなりましたが、まあ30時間ぐらいパパッとやってしまえばクリアできるぐらいのボリュームでしたが、内容はだいぶ濃かった気がしますね。あとは、そうだね。まあ、やり込み要素が、僕、だいぶ抜けてるところいいんですよ。100パイってないところたくさんあるんで、このあたりしようと思えば、まだまだね、長時間楽しめるゲームなので、ぜひぜひ、買われる方はやっていただきたいなと。楽しんでいただけると一番いいかな、と思いますね。まあ、世界観もかなり、よかったので、おすすめしたいなと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回、別のゲームの世界でお会いしましょう。ほんちゃー、またな。